嬉しい。こんにちは。おはよう。サンチ本当ありがとう。幸せになって体調大丈夫？え、幸せになれてよかったです。体調良くなりました。だいぶありがとね。もうしっかり休んでください。皆さんもこんばんは。おはよう。あ、あにょん、あにょん、こんばんは。ツイッター見てます。え、嬉しいです。あ、X でしょ。ツイッターじゃないですよね。 X ですね、ごめんなさい。あ、 X ありがとうございます。 X 図見てくださって、これからもね、天才 X 図ラーとして、うん、 X ラーとして、あの、ツイ、あ、 X していきますね。うん、 X 図していきますね。うん、ツイッターラーでも言えなくなっちゃったからさ、天才ツイッターラーって言えなくなっちゃったから、天才 X ラーにしますね。 X ラー、うん、天才 X ラーにしますわ。そうそう、りんちゃんと話してみたいです。もう待てないよ私は。もう私は待てないんです。そうやって言っときながら、でも私は待つしかないの。だから配信からでもいいから始めていいな、私と。もう本当に、だってさ、確かにいきなり話すってなると、私はもう来てほしいよ、そりゃ。話したいって言われたら話したいよ、私も。でもやっぱり会いに来てほしいけど、会いに来てってもやっぱ会いに来られない方もいるじゃん、もしかしたら。だから、じゃあ私が配信しちゃうから、その時に配信に来てくれるだけでも嬉しいから、配信に来てコメントしてちょうだい。そこで仲良くしていこう。そっからいきなりお話し会難しいかもって思っちゃう人もいるからさ、私も学んだんですよ。いや、来てって、会いに行きたいって言われて、え、もう来てほしいしか言えない、話したいし、でも待つしかないじゃん。でもいきなりお話し会緊張するっていう方もいるからさ、私が配信するから、配信のコメント欄で会話をしよう。うん、私もちゃんと配信しますね。1ヶ月ぶりの配信だからこれ。え、なんかでも本当に理由はないの。配信をなんで1ヶ月もしなかったかって言われて、特に理由はなくて、なんか本当に清めたりしようと思ってたんですよね。うん、だからあのちゃんと配信します。8月は。8月はちゃんとしますわ。りんちゃんお話し会、はい、りんちゃんお話し会楽しいです。嬉しいです。本当いつも配信ありがとうね。え、嬉しい。コメント欄に集中ね。え、コメント欄じゃなくてもいいよ、お話し会全然来て。お話し会いいよ。ネットの配信しっかり見てる。え、なんかさ、インスタにくれてたよね、そういえば、秘密トークみたいな。嬉しい、見てくれてありがとう。姉ちゃんこんばんは。おはよう。姉ちゃん、やっほー、おはようございます。姉ちゃん、目当てツアー渋谷行くよ。え、嬉しい。ほんま？ほんまかよ。じゃあペンライト売ってくださいよ、ピンクと黒の。なるほど、今鼻に突っ込む感じで姉ちゃんしか。え、私の配信見てたら毎日鼻指に突っ込んでますけど、この一瞬だけじゃないですよ。うん、もう全然鼻に指突っ込んでるので、私の配信1回は見てください。でもね、なんかね、でもやっぱ普通の人っているんだと思いました。なんかね、やっぱ鼻に指を突っ込んでても、りんちゃんおじさんもう何もやらなかったけど、りんちゃんおじさんの人はやっぱ気づくんだって。私はもうみんな気づいてないと思って、こうやって普通にやってたの、もうこれ普通だと思ってたから、こう指突っ込んじゃうのが言ってるし、私は鼻に指突っ込んじゃうごめんねみたいな。でもこれちょっと安心した、ちゃんと私のこと見てくれてるんだって、なんか嬉しいかも。嬉しいかも、なんかちゃんと自分に突っ込んでるんだって気づいてくれたの、嬉しかった。ありがとう。
ゆうちゃん YouTube 面白かった。え、嬉しいです。いっぱい見て再生回数伸ばしてください。あ、なんか私のおすすめの動画まとめたやつがあるんで、ツイあ X に リツイートしておきますね。エクセズエクルって呼んでる。あ、エクルめっちゃいいな。じゃあエクルって言いますね。じゃあこれからエクル使っていきます。エクルいいでしょ。えんちゃん偉い、会ったら無言になっちゃう。オンラインで話したじゃないですか。無言にならないよ。リツイートはリポストに変わるみたいよ。あら、そうなの？リポストってなんか聞いたことあるな。なんかさ、なんかインスタのさ、なんかあの X のなんか偽バージョンみたいなできたよね、うん、なんか文字数制限ないみたいな、うん、あれ結局 STU のやつは動かしてんのかな。なんか STU あるけど、なんかこの前誰か乗っけとった。YouTube いつも楽しくて、え、嬉しいですよ、ほんと嬉しいですよしか言ってない、さっきから。でも嬉しいもん、嬉しいから嬉しいって言っちゃってるから、あの何も考えずに嬉しいよって言ってるわけじゃないかな。ちゃんと感じてるよ。リツイート、あ、ちょっとリツイート、あ、そうなんや。姉ちゃんとあやパンと行くリネパンバスツアーしてほしいです。そんなことできるかいな。え、じゃあいっぱい運営さんに言っといてください。もう STU のハッシュタグつけて。なんかバスツアーじゃなくても、あの普通になんかアヤパンとしたいですよね。なんかアヤパンとしたいです。普通にバスツアーじゃなくてもいいから、なんか何かしらしたいかも、あやぱんと。そういうもんだと思ってた。え、嬉しい。嬉しいです。なんか言おうとしたんだよな、私みんなに。なんか言おうとしたんですよ、でも忘れちゃった。なんかあの話したいこと結構話したかも。私今日サーヤンのストーリーにあやぱんが載ってて返信しちゃったの。もう羨ましい、怒るマーク。私もあやぱん、サーヤンとあやぱんに挟まれたい、怒るマークって言ったら、サーヤンがなんかかわいいみたいな、かわいい、なんかあやぱんはおしゃれなカフェに3人でご飯行こう、あやぱんはおしゃれなカフェに行きたい、あやぱんあやぱんはおしゃれなカフェに行きたいみたいで来て超嬉しかった。かわいいかわいいかわいい。メンバーにダルガラ見しちゃうんですよ。で昨日の深夜サーヤンが載せてたあの顔のストーリーに亀子かなのやつにかわいいかわいいって送ったら、絵文字のマークを送ったんです。かわいいかわいいキスの絵文字、そしたらキスの唇のこの絵文字で返してきた。何回かそのやり取りをしてて、何ヶ月前にそのキス、私がキスの絵文字を送るだけサーヤンに、そしたらこの歯のマーク、サーヤンがキスの歯のこのここのあのやつを送ってくるんですよ。でその会話をもう一回掘り下げようとしたら、ちゃんとサーヤンが覚えてくれてたの。履歴として残ってるからかもしれないけど、だから超嬉しかった。2人で配信、え、そう、私あやぱんとさ配信したいんですよ。コラボ配信したいの。だから私メンバーを部屋にほぼ呼ぶことがない。唯一部屋に呼んだことあるメンバーがあのゆりななんですけど、あの今そう今はあれもういないんで卒業してるんだけど、あの
唯一メンバーを部屋に呼んだことがあるのが母と姉と父とゆりなぐらいなんで、あやぱんを部屋に呼びたいなって思っちゃったの自分から。だから部屋をきれいにするからあやぱんに料理を作ってあげたいし、あの料理なんかあやぱんと一緒にあのお部屋に来てほしいって、あやぱんがりねちゃんの料理楽しいって言ってた。あやぱん、私あやぱんにさ料理作ってあげたいって言ったら、なんかりねちゃんの料理楽しいみたい、りねちゃん何作れるんって言われて、あやぱんになんか私何でも作れるよって言っちゃった。あやぱんに私何でも作れるよって言っちゃったの、見え張ってどうしよう。でそれでなんか、いやでもまあレシピがあれば何でもできるよって言ったら、そうなんじゃって。でなんか私があやぱんに、あやぱん何食べたいんって言ったんよ。そしたらなんか、何でもいいかなみたいなこと言ってて、じゃあやっぱり手の凝ったもの作ってあげようって。で、あ、そう、そしたらやっぱが肉じゃがって言ったの。あやぱんが、私がやっぱり何食べたいって聞いたら肉じゃがって、あやぱが言ってから、その瞬間私がノーって言ったの。ノーって即座に言いました。肉じゃがだけはノー。もう私肉じゃが一生作らないから、あれがトラウマで、あの肉じゃががトラウマで、もう一生作ることはないから正直問題言うけど、だからもうあやぱんが肉じゃがって、あ、肉じゃがって言うかノーで即座に断りましたね。そしたらなんでって言われたから、もうあの肉じゃが思い出したくないって言ったら、あやぱんは知らなかったです、私のツイート。だからじゃあ他のものでいいよって言ってたけど、他のものでいいよって言ってたけど、あれ見えちゃってる？見えてるよ普通に。ちょっと話が面白くてさ、自分のちょっとやばくない？肉じゃがって、もうあやぱんがそこをついてくる。でもあのラブミザワタケオ、ラブミザワタケオなあのガール、私のラブミザワタケオのガールがあやぱんだから、あやぱんがさやっぱさあのわかる？肉じゃがを何も知らずに無垢な心に肉じゃがって言ってきたならば、肉じゃがを練習しなきゃいけないじゃん。だから肉じゃがを練習しようと決めました。でも一応私は保証、私は肉じゃがは本当に無理ですからとは言っといたけど、まあもしあれだったら、私はあのまあでもあのモッツァレラチーズは作ったことがあるし、モッツァレラチーズとかは作ったことがあるから、基本肉じゃが以外だったら何でも作れるよって言っときました。そしたらすごいすごいって言ってましたね。あ、そう、爆発したやつです、初見です。初見さん、インパルスさん、ありがとう。 STU48 2期生のりねたんことうつむりねです、よろしくお願いします。もしよかったらインスタと X のツイッター、青い鳥の X のフォローもお願いします。無垢、はい、無垢でした。無垢じゃないです。え、私無垢とかって言ってたんですけど、今の人生無垢でした。大変申し訳ございません、ちゃった。そうなんですよ。だからでも私あやぱんの好きな玉ねぎサラダとかも作れちゃうし、あの水菜のサラダとかも作れちゃうし、今日もあの豚キムチを作りました。何でも作れるよ、肉じゃが以外。ケン君ハートたくさんありがとう。リクラムありがとう。何でも作れるよ今日。肉じゃが以外だったね。やばくない？さすがに私ももうこけましたもん、やばいと思った。あやぱんがさ肉じゃがを作ってくると思わんやん。肉じゃが丸焦げになっちゃう。もうあんなんね。だからあやぱんのためにお部屋を掃除するのと、あやぱんのために料理を振る舞うために料理を使用します。で逆にあやぱん
にあやぱの料理食べたいって言ったら、私が今まで、私は本当に一つだけ唯一めちゃくちゃ自分でも、いや自分でも美味しいって思えるあの得意料理があるんだけどって、これあやぱの言い方、あやぱの喋り方あるんだけど聞いてほしい。私がね作るね、なんかね、あのオクラとなんかあとマグロとあとなんかね、あ納豆とあとなんか言ってた、なんか混ぜたやつ、なんかあやぱんは言っとったよね、その具材を、でも忘れた、私が混ぜたなんかあのトロトロのご飯にかけて食べるやつがもうめっちゃくちゃ美味しくて、私が作るやつがみたいな、なんか本当に私がそこに卵黄をあのかけたらもう本当に私が作るやつは本当美味しくてみたいな、ごま油となんか醤油とみたいなで味付けするんだけど、もう私が作った料理がもう本当これだけは本当にめちゃくちゃ得意料理で、もう超美味しいのみたいな、なんか山芋とみたいな、でそれでえめっちゃ美味しそうじゃんって言って、絶対食べたいみたいな、そうめっちゃ美味しそうじゃんってなりました。だからあやぱの料理も食べてみたいです。あやぱのものもうまいかも。私が作るあの本当にこれはもうめちゃくちゃ、いやもう本当に美味しいの、え似てない、似てるよね、いやもう本当に美味しいの、いやめちゃ似てる、え、いやもう本当美味しいの、私が作る、めっちゃ似てるんだけど、やば、あやぱんのものに似てるわ、やばい。いや本当にりねちゃん、もうりねちゃんこれ見て、いやーかわいい、めっちゃかわいいやん、やばい、あやぱんのものにしてきたらもう超好きになっちゃった、超かわいい、やばい、自分自身であやぱんを供給できるからなって。自分で言ったことに対して自分で笑い物してほしい。そんなこと、確かにあやぱんはあの自分で言ってることに対して、え、そう笑ってるっけ、でもあやぱんは私と言うときは自分で話して自分で笑ってない、私の話が面白いから笑ってくれてる、あやぱん、じゃあ私の話を聞いて笑う、あやぱんの物をなします、私がいやもう本当に大変申し訳ございません、センチメートで、あやぱんに何かあの何か言って、あやぱんに何か言って、なんか私が間違ってる時になんかあの、え、もうほんますいません、それはもう大変申し訳ございません、センチメーターということでって言ったら、あやぱんがクックックッで笑ってくれる、あやぱんはもう超優しい、そんな感じ、そんな感じです。え、聞いてほしい、私ちょっと話変わるんですけど、なんか私なんか聞いてほしい、トマトジュースの蓋を開けようとしたら爪がもう折れちゃったの、ほんともうありえないっつうのって感じで、うん、つくしちゃんありえないんだっつうの、ありえないっつうのって、なんか花よりも急につくしちゃんが出てきたんですけど、もう悔しい、もう同じ爪の長さを伸ばしてたのにもう全滅しましたね、もう唯一小指だけ残ってる、もうほんとひどくない、なんかもうほんとになんかもう爪折れました、気づいたらあと10分しかない、あと10分しか話せないわけ、2023年8月1日23時32分21秒の間にあと10分しか話せない、気温26度、はあ、私は今日配信するためにお風呂に入ったんですけど、メイクを落とすためにもう一回お風呂に入ります、そしてスプレーがついたので、本当にあと10分しかないけど聞いてほしい、本当に楽しかった、ありがとう、え、てかさ、なんかさ、あのサンリオのさ、なんか動物の森のパチモン見たのやつめっちゃ楽しそうじゃない、あのみたいなやつ、え、
あとさ、あの最近私マメッチとか、あのクイクチパッチとか、あのめっちゃ可愛いなと思いました。うん、なんかもう来ないからねっていうやつが流行ってるじゃないですか、ツイッターで。もうめっちゃマメッチ可愛いなと思いました。あのたまごっちのキャラクターって可愛いんだって思いました。うん、飛行機乗るやつ、あなんかね、あ多分そんな感じかな、うん多分そんな感じ。でも私まだ一回もやってないの。あれってもうあの出てるんですか、あれってもう出てるの普通に。たまごっち可愛くね、マメッチ。ちっちゃい頃私は口パッチが好きでした。いやいや、なんか結構なんかメンズ、なんかそうなんかメンズなキャラクター、そうなんかあの青とかなんか男の子が好きなようなキャラクターが好きでした。他の人がつけない、なんか目つけないようなキャラクターが好きだった。なんかさ、自分ってやっぱ男の子なんだなって思っちゃったの。なんかやっぱ前世男だっただけあるわ。前世は私はあの、あ前世男じゃないな、でも私ってやっぱ男の子かもしれない。だってあやぱんのこと守りたくなっちゃうの。あやぱんのこと守りたくなっちゃうから、やっぱ、え、あと聞いてほしい、私なんか最近超やばいってなってることがあって、最近結構ヤバ水沢武雄の話は、え、なんかコアラが、なんか赤ちゃんコアラが、なんか親のコアラがなんか紐に引っかかって人間に助けを求める動画みたいなやつを見て涙を流しました。もう超可愛いなと思って、なんか赤ちゃんコアラってあんな可愛いのみたいな。もう私将来はもうすごい可愛いなんか猫ちゃんとか、もうワンちゃんとか飼って、あのコアラとかも飼って、なんかすごい触りたいです。なんかお世話したい子も、なんか本当にコアラ、赤ちゃんコアラめっちゃ可愛いから言っとくけど、調べてみて、赤ちゃんコアラが、あの親のコアラがなんかあの紐に引っかかって、縄とかに引っかかってて、なんか助けを求めに人間にこう合図しに行くって、赤ちゃんコアラがなんかちっちゃいのになんか人間のなんか人間がちゃんと後ろについてきてるかこう確認したりしてる動画があって、ついていったら親コアラがなんか縄とかに引っかかってて、なんかこういうことだったんかみたいな。もうめっちゃ可愛くて見てほしいです、それを。もう超可愛いから、うん。赤ちゃんカバも可愛いよね。確かに赤ちゃんのカバも可愛い。なんかまず赤ちゃんって可愛い。ベビミエケチェン、うつみずみえけちゃん、赤ちゃん可愛くないですか。えけちゃんです、えけちゃん、赤ちゃんじゃないよ、えけちゃんです、えけちゃん、えけちゃん、えけちゃん、そうだよ、えけちゃんね。えけちゃんですよ。大好きです。え、大好きじゃます、私も。大好きじゃます。えけちゃん、コーラ様になるかお世話されたいですの。ってことで、もう56分だ、やばい、男女読みますわ。明日も配信しますね。じゃあ56分ね、男女読みますわ。ありがとうね、ほんまみんな。じゃあ13位から、13位ゆりちゃん、ありがとう。12位あおい、ありがとう。11位すみと、ありがとう。10位しゃさん、ありがとう。10位しゃさん、11位すみと、ありがとう。13位ゆりちゃん、ありがとう。12位あおい、ありがとう。10位すーさん、ありがとう。9位はるるん、ありがとう。8位まちゃん、ありがとう。7位ジャーキー、ありがとう。ありがとう。6位けんくん、ありがとう。5位としき、ありがとう。4位ロコポコ、 Thank you。 ありがとう。3位ゆとくん、ありがとう。
7位ジャーキーありがとう、6位ケンくんありがとう、5位としきありがとう、4位ロコポコ Thank you、 3位ゆとくんありがとう、そして2位が遠いありがとう、そして1位がブルブルバーントクリンでありがとう、イエイありがとうございました、ありがとう、皆さん本当にありがとうございました、お星様コメントギフトたくさんありがとうございました、そしてタワーもこのでっかいタワーも皆さんも本当にありがとうございました、1ヶ月前配信でした、楽しかったです、もうあの本当にマジで特に理由はないのでまた8月配信します、あ1ヶ月後とかじゃないからね、明日配信しますんでちゃんと明日来てください、じゃあねさよなら、おやすみなさい、もう59分だよ、バイバイ、 STU48 2期生のリエタンことうつみでした、あの X に X の Twitter の固定にある私のグラビア見てください、ぜひお願いします、山賀さんの、あとインスタの秘密話もお願いします、あとたくさんメンションしてね、バイバイ、おやすみ、おやすみなさい、リウム、おやすみ、お風呂に入ります、もう一回貴族かも、何回もお風呂に入っちゃったか、バイバイありがとう、バイバイ、おやすみなさい、あこのこちらのフォローもお願いします、インスタのフォローもお願いします、ツイッターの X のフォローもお願いします。